なんだこれ、メーデーのお知らせ。5月1日はメーデーだな、もう日頃の感謝を込めて特別な旅行券をプレゼントする。旅行券、5月1日から5月7日の間に案内所に受け取りに来てちょうだいね、タヌキチ。なんだろうね、この時期しか行けない特別な島があるとか。楽しみだな。メーデーってなんだろう、週末の日とかそんな感じ。怖いな。ハリマワ君かわいい。何してんだろう。そしてドビクラさんの誕生日ということで、あ、ジャスティンも来てる。よし、ジャスティン、ウェイ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 、久しぶりじゃん。どうも、イケてる魚コレクターのジャスティン。ジャスティンよりな、あいつが来てほしかった。あの怠け者。今の笑うところなんだけど、君やっぱりクールだね。そうだね、多分表情が見えなかったんだよ、マスクで。俺は魚との出会いを求めて相変わらずいろんな島を飛び回ってる。あ、そうなんだ。毎日来てもいいんだよ。状態のいい魚を手に入れるには釣り上手な人に言ってもらうのが一番確実。よく言われる釣り上手って。自分では思ってないんだけどね。ここだけの話、釣りを取り巻く環境って毎日変わるから、クオリティを保つの結構大変でさ。あー、実際に釣りやってる人ならではの発言だね、これは。同じ人でも買い取り前には毎回、釣りの腕前は、あー、毎回やってるんだ。めんどくさいね。虫取りは別にそういうのないのにな。なんでジャスティンだっけ。釣りの腕前チェックに合格したら君の魚も買い取らせてもらうから、ぜひチャレンジしてみる。わかった。あと、そうそう、オリジナルグッズ一応さ、魚も集めておいたから後で作ってね。じゃあ今はいいわ。今日ドミグラさんの誕生日だからさ、それ祝ってから来るね。うん、明日の午前5時ぐらいまでオールしてるんだ、さすがパリピ。なるほどね。そっか、ジャスティンが来てるってことは他の奴らは来てないってことだもんね。スネキチの船も来てないし。そっか、じゃあ一人、一日に来るなんか特別な訪問者っていうのは一人ずつって感じなんだな。じゃあ入りますか。誕生日パーティーやってんのかな、それとも誰にも気づかれずにさあ、一人で過ごしてるとかないよね。富倉さんいる？あ、いた！ああ！一人だけしか祝ってねえ。まあ、あ、ビビロビロン！お祝いに来てくださったんですか？嬉しいです。なよ！あ、すごい可愛らしい格好してんじゃん。特別な格好ってこと？お、お前いいやつだな、サントス。君も記念すべきドミグラ君のパースでお祝いに来たんだろ。うん、そうだよ。一年に一度しかないスペシャルの日だからこそ、直接おめでとうって。そうだよね。それなのになんでこんな人いないの？可愛らしすぎない？一年に一度だから生まれた日を喜んであげようよ、みんなで。僕がもらって嬉しいものは、愛、かな。アミーゴ。金で買える愛でしょ、どうせ。心がこもったプレゼントなら、それだけで温かい気持ちになる。どうだろうな。それが許されるまでは小学生だよね。それが許されるのは小学生までだよね。つまり、プレゼントは贈り物である前に、相手を思いやる気持ちが大事なのさ。それは贈る側の気持ちでしょ？もらう側からしてみたら、やっぱり。ねえ、なんかもうちょっといいものってなっちゃうよね。どうせもらえるならってなっちゃうよね。バースデープレゼントって選んでる時間、あ、それはわかる。うん、どんなもんが気に入ってくれるかなとか思っちゃうよね。ドミグラ君の喜んだ顔を思い浮かべながらさ、君は何をあげるんだい？喜んでもらう。あのね、本当はね、なんかあのフライドチキンとかさ、鶏の丸焼きとかプレゼントしようと思ったんだけど、食べ物系のねアイテムが全然なくて、むしろもうドミグラさんじゃない、あの集まる自体にないのかもしれないんだよね。せっかくなんか美味しい料理あげようと思ったのに。すげえスキップしてる二人。楽しそう。悲しすぎない二人で誕生日パーティーって。ドミグラさん、誕生日おめでとう。今年何歳になったの？来てくださってありがとうございます。誕生日プレゼントの方も受付中ですよ。大したものがなくてさ、じゃあこれあげるよ。うん、一応ねラッピングしたから気に入ってもらえると嬉しいんだけど。はい、どうぞ。プレゼント、お誕生日おめでとう。なんでしょう、ドキドキしちゃいます。後であげてね、今あげないでね。あげるんかい。わ、天使の輪、早いよ開けるのが。ラッピングもっと丁寧にやって。破いてないよね、大丈夫？天使の輪だよ。こんないいものをいただいてもいいんですかのよ。そうそう、早く食材になってもらいたいなという気持ちを込めて天使の輪を用意しておいたよ。早く成仏してね。うん、プレゼントまでいただいて、今日はとても素敵な日になりました。ありがとうございました。そうでしょ、人生最後の日には持ってこいでしょ。そっか、ドミグラさんよかったね。すごい嬉しそう。来年もこの島でお誕生日会ができたらいいのに。それは無理だ。天国ではできるんじゃない？よかったね、誕生日。実際何歳とか書いてないね、ここに。私、昨日よりも少しだけ大人になったんですけど、どうでしょうか？何？脂肪分がついて膨らみができたってこと？やったじゃん、美味しい量肉だよ。素敵な大人になれていたらいいんですけど。なよ、卵もちゃんとね、産んでから死んでね。そっか。今日の日記はお誕生日会のことだけですごいページ数になりそうです。なよ、あ、日記とか書いてたんだ。へぇ、衣装代わりになるじゃん。来年もこの島と同じこと言ってる。ダメか。なんでみんな祝ってあげないの？もっとなんか盛大なパーティーになると思ってたのに。じゃあちょっと写真撮ろう。せっかくだから記念に。ここで、おい、サントス邪魔だよ、お前。ドミグラさんのハッピーバースデーを祝いたい。ちょっとなんか移動してほしいな。もっといい場所で。うん、いい写真。かわいいかわいい。誕生日感が出てるよ。
ありがとうね、のびぐらさん。え、ちょっと人呼んでくるよ、俺。かわいすぎる、さすがに。お帰りになるんですか？なんだか名残惜しいですね。ちょっと呼んでくるから待ってて。プレゼント本当に嬉しかったです。のよー。そっか、よかったよかった。そうだよね、サントス以外二人目だもんね、俺が。なんでみんな祝ってあげないんだろう。ミラコちゃんとかすげえ仲良くしてたじゃん。女の友情って怖すぎない？やっぱり表面上だけの付き合いだったのかな、あの二人は。ペリーヌちゃんもそうだよね。あんなに仲良さそうにしてたのに。来ないんだもん、誕生日パーティー。闇が深すぎるよ。怖すぎるよ。よいしょっと。はい、二つ目、ゲッジュート。金蔵くん、なんで誕生日パーティー来なかったの？ビビくんだ。うん、話に来たよ。こんなに雲が多いと、なんだか空も元気がなさそうに見えるね。僕の元気、受けてあげようかな。もう発想が可愛いね。そっか、いつも元気だもんね。雨降りそうだな、なんかやだな。まあ、でも今日ジャスティンがいるから、いい魚が釣れるようになるにはいいけどね。あれ？どうかしたの？もう！うん、もうちょっとお話しようよ。富倉さんの誕生日は？あ、ビビ君、明日は、違う、今日のこと言ってんの。今日は富倉さんの誕生日だよ。僕あの子がまだ寝ぼけてる朝のうちにおめでとうって言いに行ってびっくりさせちゃう。あー、そっか、誕生日にびっくりっていいよね。あー、でもてっちゃんも明日なのか。てっちゃんもなんかまた一人しか祝ってくれないとかそういう感じになるのかな。なんかみんな人、ミラコちゃんなんで家にいるの？君一番仲良しだったじゃん、ドミグラさんと。家にも呼んでさ、すげー仲良さそうにしてたのに。なんか作ってる。あ、誕生日プレゼント作ってんの、もしかして。今、何に乗ってるんだよね。ダムーン！あ、そうなんだ。何してるの？何ってあんた。貝殻のスツール！あ、それプレゼントにする気なんだ。こういうのは勢いが大事だからね。作ろうと思った時に一気にやるのがいいんだよ。わかる。なんか貝殻シリーズって結構あるんだね。じゃあお願いします。なんかさ、この前もらったね、なんか貝殻の、なんだっけ、寝袋だっけ？寝袋みたいなやつ。あれ可愛かったからね。これも期待できるんじゃないかな。自分で作ってみるとなかなか楽しいよ。アビーブは器用そうだし、うちよりうまく作れるかもね。クオリティに差は出るのかな。まあ、レシピ通りに作れるっていうのはね、意外な特技ですけれど。スツール。はい、覚えます。よいしょっと。どんな感じだろう。DIY レシピで、これ貝殻、キノコにしか見えねえんだけど。宝貝5個使うんだ。キノコだよね、完全に。あの、なんか芯の部分がね、キノコにしか見えないけど、これスツールなんだ。椅子ってことだよね、スツールだから。ミラコちゃん、誕生日しないの？目の届くところに花焼きがあると、やっぱちょっとだけ、おっとするんだよな。ああ、確かに火山とかあるとね、それだけでなんか癒されるよね。アースデーをきっかけにして植物を好きなやつが増えてくれたら、うちは嬉しいよ。だめー！まあね、あいつが来たおかげで、低木が手に入って、植物自体はね、多分、使うようになった人は多いと思うけれど。そうじゃないんだよな。自然よりまずはさ、目の前にいる友達の頃を大事にしてあげてよ。あれも誕生日パーティーに来てくれないなんて。サントスはすげえ見直したわ。あいついいやつだったんだな。え？何してんの？一人遊びして。やっほー！ビブン、くゆくゆくって、ありがとう。ペラペラ！うん。なんで誕生日パーティー来なかったの？今日は何？遊ぶんじゃなくて、じゃあ、ミヤコちゃんじゃなくてなんだっけ、ドミグラさんと遊べばいいじゃん。やりたいことがいっぱいあるから、なかなか決められなくて、ピロピロ。そんなに優先事項低いの、あの子。みんなほんと白状だな。あれから、ドミグラさんの家がさ、ちっちゃいから、ああなっちゃうのかな。人数が入れないから。家でかくしたりとかできないのかね。どうしたの？ピロピロ！うん、話しよう。はい、もう、昨日はみんなと、どんなお話あの、だね、サプライズパーティーの画策してたの、みんなで。あんなにたくさんおしゃべりしてたんだから、面白い話もたくさん聞けてんだろうって。僕にも聞かせてる。ペラペラ！わかった。だからじゃあ一緒に遊びに行きたいんだけどな。ダメなのか。なんかさ、せっかくのさ、1年に1度のイベントなんだから、もうちょっとなんか張り切ってほしかったよね。任天堂さん。任天堂さんに文句言いたくなるわ。いくらさ、ドミグラさんのことがさ、ね、好きでも嫌いでもなく普通な感情だとしてもさ、やっぱり祝ってあげたいという気持ちは湧いてくるじゃん。せっかくの誕生日なんだから。記念日なんだから。そういう記念日大事にしてほしいよね。さあ、じゃあみんないるかな？あ、なにこれ、忍者ハトリくんみたいな。かわいい。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。学生服とかもあんじゃん。あれ、学生服なんか種類違うね。前買ったやつはなんか、T シャツみたいなの着てたじゃん、中に。でもこれはあれか、第一ボタンまで止めてるんだね。優等生パターンのやつか。
火曜日は一週間の中でも誰がちな日やから気を引き締めて頑張らん。そうだね、週の初めの月曜日はまだスタートダッシュ切って頑張ろうってなるけど、次の日になるとちょっとなんかそのスタートダッシュが息切れしてきてって感じになってくるからね。副職人が大きなミスをするのは決まって火曜日やって、お母ちゃんが口癖のように、へえー、そうなんだ、副職人の方そうなんだ、だから月曜休みの人多いのかな、月曜休みの店が多いの。あーなるほどね。職人にさと職人さんにとって火曜日って重要な日だったんだ。はい、じゃあ使います。はい、今日も面白そうな服たくさんありそうだね。忍者服は絶対買わなきゃ。かぶり多いな。この T シャツプレゼントしたけど着てくれたかな。でスカートとジャンパースカート、あ、かわいいかわいい、いいじゃないいいじゃない。NHK の教育番組で人形のアシスタントの女の子が着てそうな、いい感じ。あ、服部くんすげえ種類あんだけど、なんでこんなカラーバリエーション用意したの。そんなに必要これ、もっとカラーバリエーション、モヒカンとかの方がさカラーバリエーション欲しいんだけど。あーでも戦隊モノヒーローとかもできるってことか。とりあえずこれは絶対買うでしょ。でブーツとかも大して変わりない。今日はなんか面白いものが全然ないな。これぐらいだよね、忍者服部くんぐらい。とりあえず目星もの買っときます。今日の株価はなんじゃら、はい、ただいま株価はおー106ベルか、微妙だね。まあこれでも絶対売らないな。150ベルぐらいはやっぱ欲しいよな。一回168ベルの旨味を知っちゃうとそれ以下では買いたくなくなっちゃうよね。せめて160以上にならないとちょっと買えませんな。頼んますぜほんま。今日可愛いのたくさんじゃ、何これ、教託の商品は、教託か、色違いの教託。まあでもなんか台座として、なんか物を置く棚としても使えるかもね。これは買っておこう。あ、買えねえよ。803ベルしか持ってなかった。この右側のやつもいいね、これ。これ誕生日パーティーとかに使えるじゃん。俺の誕生日パーティーの時これ使って、みんなを盛り上げなきゃ。これも可愛い。でも色違い持ってんだよね、これ確か。黄色よりも今持ってる白の方が可愛い。それはパンダのシャオシャオ。パンダって全員名前違うの？これもしかして。超可愛いやん。全員に名前ついてるのか、全種類揃えたくなるな。砂時計、いいと。これさ、2階部分なんか上がれそうじゃない？アップデートでなんかさ、上の階にも売り物を出すようになるとか、ありそうじゃないかな。だってここじゃ少なすぎるもんね。あ、なにこれ？マーガレットの傘だって、これ珍しくない？これ買っとこう。へぇ、傘にもこういう傘があるんだ。あ、お金足りない、忘れてた。鳥頭すぎる。文字通り鳥頭だよ。ごめんね、モヒカン頭にしてるからさ、忘れっぽくなっちゃって、デヘペロ。こっち側は、あ、レッド、かわいいじゃない。この壁とかペリニューちゃんとか喜びそうだな。誕生日ペリニューちゃんにあげようかな。うん、床も、まあ普通かな。ここら辺とかお風呂場にいいんじゃない？カラフルモザイクとか。わかった。株価一気に上がんないかな。動画の撮れ高が欲しいよ。一気に300ベルとかさ。そういうの欲しいわな。てっちゃん、明日誕生日だね。くそー、釣れないなー、ジョリー。そんなところで釣ってるからだよ。ていうか俺の庭勝手に入らないで。この島で一番の大物を釣り上げるぞ、ジョリー。ああ、そっか、今、ジャスティンがいるからね。親友の誕生日よりも、ジャスティンに売って小遣いを稼ぐ方が大事なんだ。この野郎。小遣いとか少なそうだもんね、てっちゃん。オス一緒に筋トレでもするか？ジョリー、おしゃべりしよう。アビバ、これお前から譲ってもらった服。あ、そういえば着てるね、釣り。似合ってるじゃん、めちゃめちゃ。そうだ、筋肉にジャストフィットしてかっこいいだろ、ジョリー。なんか、てっちゃん、筋肉質な体つきではないけどな。どっちかというと腹出てるよ、もう。足臭そうだし。そっか。てっちゃんも祝ってあげないんだね。なんか悲しくなってきちゃった。みんなが祝わないと。やっぱりさ、人間付き合いって難しいんだね。表面上では仲良くしててもさ、こういう時に本性が出るよね。ちょ、ベリーヌちゃん、君こそ言ってあげて。本当に嫌いになっちゃうよ、君のこと。てっちゃんの誕生日も明日。こいつらさ、誕生日は覚えてるんだよね。もうすぐで、ドミグラさんの誕生日だね、とかみんな言ってたのにさ、一人しか来ない。変わった時だよ。で、フレンドラッピングまだ完成してなかった。それよりもさ、明日のことよりも今日のことだよ。もうやだー。ほんとやだー。ディプロドクスの頭。はい、どうぞ。よかった。4個中1個。25% の確率。ほほー、なんと。ディプロドクスの頭じゃないっすか。ということは、完成した？やりました！ディプロ、おい、ありがとう！イエーイ！ディプロドクスってどんな恐竜なの？いやー、いいですよねー。すいません。ちょっとディープロドクスについて語らせてもらっても、はい、お願いします。完成記念に語ってちょうだい。そうですか、そうですか。お任せください。それでは、はい。
ディプロドクスはですね、現在発見されているものの中でも最大級の大きさを誇る草食類。中央にいたでっかいやつか、それの頭部分だったのね。同じような大型の恐竜の中でもひときわ長い尾を持っていて、ムチのように振って敵を追い払ったとか。強いやつなんだね。やっぱでかさは強さだな。まあ頭から尻尾の先まで20メートル以上あったそうなので、他にもいろいろと倒していそうです。20メートルか、ビルの3階建てとか4階建てぐらい。めちゃめちゃでかい。もっとでかいか。だいたいビルの一つ部分が4メートルぐらいなのかな。5階ぐらいかな。じゃあ4メートルもないか、3メートルぐらいか。じゃあ6階か7階ぐらいだ。縦にするとめちゃめちゃでかいね。とまあこんな感じでございます。はい。やっぱりでかいとね、たくさん食べなきゃいけないから、その分食料もねなくなってきちゃって、それで絶滅とかしちゃったんだろうな。恐竜が絶滅した理由いろいろあるけれど、食料なんていうのも一つの要因ではあるだろうからね。なるほど、なるほどって。ハリマオ君は絶対そういうのちゃんとやってくれる人だと思ったのに。アビブか勝負するならいつでもバチ。じゃあドミグラさんの今です、かけっこ競争しようよ。ね、世間話しよう。おいら筋肉に毎日話しかけてる。ドミグラさんに話しかけてあげて。そうすればなんとなくよく成長するような気がして。だとら植物もなんか話しかけるとなんか成長が早くなるって言うからね。あれはなんか声の振動でなんか根っこに水分がより生きやすくなるからっていう説があるらしいけどね。筋肉もそうなのかな。話しかけることによってこの声の振動で血液の流れが良くなって、筋肉により多くの酸素を送り込めるようになると、そういう科学的な要因があるのかもしれないね。ああダメだ。ドミグラさんの件でショック受けすぎて、ハリモン君もなんか悲しくなってきちゃった。ああ。おー、スクワット君、君は仁義に熱いんじゃないの。よー、元気いっぱいだな。で、ヤンキー、おしゃべりしよう。おめえの顔を見てるとこっちまで調子が出てる。何、その見た目に安心感を覚えたの。そうだね、同類だもんね、ヤンキーで。そっか、やっぱ好きなんだ、こういう格好。お、なんか妖怪、で、ヤンキー、おしゃべりしよう。明日はデジャンの誕生日だけど、今日はね、知らなかったなら仕方ないよ、スクワット君。今日はね、ドミグラさんの誕生日だったの。今からでも遅くないよ、言ってあげて。俺実はマラなんだよな。そうなの？骨でもあげときゃいいんじゃない？ああでもない、こうでもないって考えてたら、なかなか渡すもんが決められなくてよ。何をあげれば喜んでくれるかね、デヤンキ。ちゃんと相手のことを思ってプレゼントを考えてるのはすごい素敵だけどさ。ね、あげる対象は2人いるんだよ。覚えてあげて。これ明日、てっちゃんの時もさ、こんな思いをしなきゃいけないの？誰も祝ってくれないみたいな。それで俺だけ祝ってあげるみたいな。悲しすぎるって。誰か呼ぶシステムとかないのかな。やっぱ携帯システム必要だよね。 LINE みたいな動物たちと連絡が取れるツールみたいなの、アップデートで欲しいわ。で、今ドミグラさん家いるんだけど来てくれないっていう、ボタン一つで呼び出せるようなそういうシステムが欲しい。何してんの二人。見ちゃいけないもの見てない、これ大丈夫。え、何壁に向かって何してんの。何をしてるの。え、ちょっとやめてよ。なんで微動だにしないのこいつら。そっからなんで移動しないの。ちょっと何してんの、怖いよ。あれどうかしたのピオ、お前らがどうしたんだよ。世間話でもしよう。丸太のダイニングテーブルには触らない方がいいよ。なんで、なんか茎とか刺さってんのかな。リンゴジュースがこぼれてるから。テーピロじゃなくてピロピロだな。テーピロみたいにピロピロ言わないでよ。はぁ、丸太か。でもなんか丸太の継ぎ目と継ぎ目の間にさ、水分入ったらやだね。あれどうしてんの、ピヨピヨ。うん、もうちょっとおしゃべりしよう。だって僕どちらだって、お誕生日みたいで嬉しい。違う、お前の誕生日じゃないんだって。違う人の誕生日だよ、今日は。はぁ、そしてまたそのポジションに戻るんだ。何してんのね、話したいんだけど、多くの人に。何をしてるの、君たちは。そんな密接して。お邪魔だったもしかして俺。ほんとごめんね。怖いわ、アフリカやって。講師交代したわ。お待たせ、今日の課題は何だい。ウェイウェイ、どういう調子よ。釣りの腕前チェックに合格したら君の魚も高く買い取らせてもらうぜ。オリジナルグッズたくさんあるんだよね、作ってほしいもの。じゃあ、腕前チェックしたい。あ、ありがとう。じゃあ、早速腕前チェックを始めるね。今日のお題は、小さい魚？デメニギスみたいなサイズを3匹連続で。え、これ難しくない？小さいってどれぐらいの大きさなんだろう。まあザリガニとかカエルでもまあ小さかったから特別 OK。 カエルなんて出会ったことないんだけど。ちなみに途中で違うサイズの魚、ちっちゃいってどれぐらい、一番ちっちゃいサイズかなこれ。それ探すの自体めちゃめちゃめんどくさいじゃん。一番ちっちゃい魚、今これでもダメでしょ。これよりも小さくて、ザリガニよりザリガニサイズ、
なんか小さいのにも2種類ぐらいあったよね。極小サイズと、これも全然ダメ。ちっちゃいのってなかなか出てこねえよな。大変だ。しかも石とか釣っちゃったらダメなんじゃないこれ。ちっちゃいのってたまに石出てくるんじゃん。あ、これなんか珍しい魚だよ、絶対。この大きさは。浪人アジとかじゃない？一回。二回。三回！この揺れは違うな。ぴょん。ヒラメと。これは大丈夫だよね、大きさ的に。一回。二回！オーケー！やっぱあれかな、海釣りよりも、川釣りの方が、ちっちゃい魚多いかな。川とか沼の方が。今、沼ねえんだよな、一個も。沼とかだったら、さあ、痛い痛い、やっぱり。海だと全然さ、ちっちゃい魚がいなくて。あ、向き間違えた。やっぱ、プロコンが、調子が悪い。すぐ変な方向向いちゃうんだよね。ジャンプするの、危ねえ！逃げるところだったから今。よいしょっと。これいける。一回。二回！おれっしゃ、危ねえ。ナイス、エンゼルフィッシュ。これも2匹目だね。ラスト1匹。いやー、探すの苦労した3匹。またエンゼルフィッシュか。いやー、だんだん難しくなってくんのかな、これ。やだな、それだったら。おっす。会うたびにどんどん難しくなってた。これ以上難しくなったらきついよ。あれ、君も小さい魚を3連続で釣ったんじゃない？なんか、錦鯉3匹連続とか。そういう鬼畜なお題とか出してきそうで怖いんだけど。うん、間違いない。ってことは？ウェイ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 ！やめてください。サングラスかけてるからいいけどさ。フラッシュたかないで。うん。早速だけど、何か魚を買い取ろうか。君の魚なら何でも、今何でもって言ったよね。ちょ、お願いします。一応さ、売りたいやつと、あとは、模型を作りたいやつ、結構持ってきたんだよな。チョウザメと、シーラカンスの模型作ってほしいんだよな。で、それ以外は売っちゃっていいか。チョウザメ4匹いるよね。シーラカンスも4匹いるから、1匹だけ売って、で、残りは、剥製にしてもらうって感じ。上海ガニも結構高く売れんだよな。で、これ。しょ、足りるよね。1、2、3、大丈夫。オッケー。はい。どうぞ。いくらぐらい ?4 万ベルぐらいになる？あ、1匹じゃないんだね。おぉ !67,050! でかいね。やっぱ 1.5 倍ってでかいよね。よかった、魚、高い魚取っといて。うん。オッケー、ナイス。79,253 か。じゃあ、あと、模型、3つずつ。1日1個しか頼めないとかあるかな、これもしかしたら。とりあえずオリジナルグッズを作ると。で、まあ、一つしか作れないことを考えたら、シーラカンスの方かな。はい、シーラカンス。うん、いいよ。なんで3つも必要なんだろう。シーラカンスぐらいのデカさだったら1つで十分じゃないの？ウェイウェイウェイ。そう、写真で十分じゃん。そうだよ。現物渡す必要ないじゃない。上がるだって。頼むよ。はい、オーダー完了。ところで君も魚好きなの？今更？魚好きだからたくさん釣ってるんだよ。俺の魚好きってさ、明らかにダディの影響なんだ。ダディ？魚政さんとか？物心がつかない頃からしょっちゅう釣りに連れて行かれた。もうね、あ、そうだったんだ。でもジャスティンっていうぐらいだから海外の人だよね。とは言っても、俺のダーディ、釣りが大好きなのに、釣りの才能はゼロで、もっぱら食べるの専門なの。そうなの？何に影響を受けたの？ま、そこは俺もきっちりと受け継いちゃってるけどね。かわいい。血は争えないってやつ。あははは。ああ、そっか。で、自分で食べるために釣りを覚えて、そのうち釣りも好きになっちゃったって方感じか。ダーディはどうしてるかって。うん、どうしてんの？今でも暇さえあれば釣りに出かけてるか、数えきれないほどのルアーのコレクションをニヤニヤしながら眺めてるんじゃないかな。これあれか、この島に来るフラグなのかな、お父さんが。じゃあ作品は出来次第郵送するから楽しみに待ってね。もしかしたらなんか釣りの餌とかを販売する場所ができるのかもしれないね。この釣り竿だと魚が釣れやすいみたいな、そういうのを出したりとか。うん。じゃあ、もう一個作ってほしいんだけど、二個できる？オリジナルグッズについて。あー、やっぱダメなのか、一日一個なのか。歴史代輸送するから分かった。まあ、そうだよね。物作るのって大変だしね。一日に何個も作れないだろうし。だったらもうちょっと来てほしいな。本日のスペシャルゲストは、おさいさんです。安直なネーミングだな。サイに、丁寧語をつけたって感じ。うわぁ、おさいさん、なんでセーラー服なの？コスプレにしか見えねえよ。はい、こちら。おさえだよ。どちらだね。ちょっと、目を合わせてお願いだから。全然見えないじゃん、目が。え？あんたの島のキャンプサイトへ。遊びに来てくれ。まあ、毎日一人ずつ呼ぶって約束しちゃったから。本当は呼びたくなかったけど、呼ぶよ。いいね、その話乗ったよ。パネー！お前の顔の方がパネーよ。わ、オレンジジュース飲んじゃって。どうしたの、その色。着色料がすごいもの、飲み物飲みすぎなんじゃない？髪型もすごいね。おう、その誘いありがとうね。制作声かけてもらったから気合い入れてきたよ。パネ、この子なんかちょっと、この子もヤンキーキャラなのかな？え、サイってヤンキーになりやすいの？おサイちゃん、よろしくね。ちょっとなんか付き合いそうじゃん、この二人。格好からして。お似合いのカップルじゃん。そういや、この島で、アイアンワークテーブル。え、何かっこよさそう。アイワンワークテーブル使
ったらどんな感じになるんだろうね。パネ、アイアンシリーズの家具俺すごい好きなんだよな。ワークテーブルっていうぐらいだから作業台ってことでしょ。作ってみようか。鉄鉱石あんま使いたくないんだけど。お、あんたフットワーク軽いね。うちもあんたのそういうとこちょっと見直らなきゃいけない。あ、軽くないんだ君は。呼び出してすぐ来たからフットワーク軽いじゃん君。そんじゃ忘れないうちにアイアンワークテーブルのレシピを渡しておくから受け取ってくれ。はい、わかりました。よいしょと。やっとアイアンシリーズはすごい嬉しいな。うちが滞在してるのは今日だけだからね。急で悪いけど明日には帰っちまうからなるべく早いと助かるよ。パネ、どんな感じなんだろう。見てみましょうか。あ、かっこいい。いいじゃん、いいじゃん。あ、これいい。ワークテーブル。めっちゃかっこいいじゃん。普通の台として。ここに植木鉢とか乗せたいな。なんか、観葉植物系？うん、いいんじゃないかな。かっこいいかっこいい。庭とかに飾ってもいいかもしんないな。アイアンだから錆びちゃいそうだけど、錆止め、スプレーしてさ、ね、飾ったらかっこいいんじゃない？作ってきたよ。なかなかかっこいいじゃん、これ。おや、その得意げな顔はもしかして、うちがお手伝いしてたあれ、ついに完成したのかい？パネ、顔わかるマスクしてるのに。透視能力とかあるんだ。お待たせー。はーい。かっこいいよ、すごい。自信作だよ。はい。やっぱりこの島で作ったアイアンワークテーブルは違うね。やっぱこの島、メイドインアビピーアブランド等の作品は、世界中に知れ渡ってるんだね、やっぱり。想像通りの完成度で、パネ。うん。忙しい中、どうも。あ、優しい。心は綺麗なんだ。顔はドブスだけど。俺に、機長の帽子。機長の帽子って飛行機の機長とかの機長？それじゃ、機長なんじゃなくて、機長のだもんね。うちは残り少ない IBB アブランドでの時間を目いっぱい取る。あ、楽しんでね。ゴミとかちゃんと捨ててよ、ゴミ捨てに。今、目、白目になってなかった。大丈夫？いや、ここの居心地の良さは半端ないよ。このまま進んじまうか。サイはもうお断りだよ。ヤンキーでサイなんて、キャラが被りすぎじゃん。うちもっといろいろこの島のこと知りたいからさ、また誘ってくれると嬉しいよ。パネ、うん、ちょっと微妙だな。いい子なんだろうけどね。見た目は動物だけど。いい子なんだろうけど、なんか動物の森総選挙とかしたら、下から数えた方が早い子なんだろうけど、ちょっとキャラが被ってるからな。あんたが作ってくれたアイアンワークテーブル、なかなかの一品だよ。パネ、飾ってよ、早く。見たいんだけど、飾ってあるところ。一回出て入れば、出してくれてるかな。なんか、あれだね。見た目が悪い子ほど、見た目が悪い子ほどって、すげえ言ってるけど、うん。心が綺麗な子が多いよね。性格がいい子が多い。やっぱり、なんか顔が可愛い子の方が性格が悪いパターンも結構多いんだよな、ペリヌちゃんといい。あー、でもなんかこう置くとちょっとのっぺらーとしてんな。もっとアイアン感を出してほしい。ちょっとサビ加工っていうか、なんだろう、オールド加工して、もうちょっとなんか雰囲気を出したいね。これだとちょっとなんかプラスチック感が出てやだな。この島はなかなか居心地がいいね。うちの地元と地形が、あ、そうなんだ。ふるさとを思い出してもらったよ。パネ、俺一回なんか真っさらにして、結構地形変えたんだけどな。じゃあ君の島も誰かが、職人がいて、真っさらにしたんだろうね、一回。そうなんだ。昔一緒にバイクを飛ばした仲間たちは、今はみんな何してるんだろう。ああ、じゃあもう18歳以上なんだね、君。それなのにセーラー服着てるんだ。たまには地元に帰ろうかね。パネ、ああ、じゃあもしかしたらスクワット君の、昔のオナチューとか、そんな感じかもしれないね。この島にいるから話しかけてみなよ。テントで寝泊まりする生活ってのもなかなかおつなもんだと思わないかい？うちは結構。まあ、2、3日ぐらいだったらいいんだろうね。最初の日とかめっちゃテンション上がるだろうし。2日目、3日目も勢いでいける。でも4日目ぐらいから、ベッドで寝てーなーってなると思うよ。腰痛えなー、寝違えたーみたいなことが。小さな明かりだけが頼りの心もとない時間を一人で過ごしていると、初心に帰れる気がするのさ。パネ、そうだね。でもなんか週末だけ、こういうところに来て、で、キャンプを楽しむ、ソロキャンプ楽しむっていう。そのなんか都会の喧騒を離れて楽しむっていうのが、それぐらいのスパンの方がいいんじゃない？ずっと住むのはちょっとね、あれだけど。この島はなかなか居心地がいいね。うちの島同じこと言ってるか。やっぱ何回か話してると同じ会話になっちゃうわな。まあ、おさえちゃんはちょっと、呼ぶリストには入らないかな。いい子なんだろうけどね。今のところ呼ぶリストに入ってるのが、ドレミちゃんと、ガンテツくんと、アセロラちゃんだね。いやー、結構な打率だな。結構な打率で呼びたい人が入ってくるな。誰を追い出せばいいんだろう。